どうもこんにちは、猫ゆめです。本日は2019年10月11日なんですけど、月曜日にサンドイッチをね作ろうとして近所の、ね、スーパーに行ったら、もうパンというパンがなかったです、ね、すごい巨大な台風が来るから、みんなね、焼かなくても何しなくても食べれるパンを買うっていうあれですかね。で、なんだろう、前にすっごい巨大な台風が来ますって言っても、なんかね、温帯低気圧になりましたとかいう感じでね、終わったりもするんでね、猫嫁的には何かいろいろ買いだめをしたっていうわけじゃなくて、ちょうど月曜日が運動会なんでね、そのお昼のねご飯だけ、ちょっとの材料だけ買ってきました。皆さんはどんな感じでしょうかね。聞いてくださってありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ワンワン吠えてるのはレモンです。レモンくん、もう餌が食べたいそうです。夕飯がね、ちょっと早いよ。ワンワンなの、お座り、はいって感じだな。そうということで、どうもありがとうございました。